とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで新しい装備が出ちゃいました。紹介していきます。これですね。ハープクロスボウ。これが、2週間前に出たやつなんですよ。黄金で、虚無酸、エンチャントが、貫通ダイナモマルチショット、無限ダイナモプラスマルチショットのハープクロスボウ、めちゃくちゃ強かったよね。これ強いんですよ。で、今回出たのがこれ、同じくハープクロスボウの黄金が虚無さんです。珍しいよね、全く同じ黄金が出た。で、エンチャントもこれはこれで使えそう。こっちが長弾で、マルチショットのクリティカルですね。マルチショットと長弾が両方ついたハープクロスボウってめちゃくちゃ強いのよ。マルチショットですごい数の量出て、さらにそれが長弾で跳ね返りまくるんだよね。なのですごく強いんで、それプラスクリティカルと虚無だよ。これはね、使えると思うんだよな。まあもちろん無限ダイナモの方がダメージはあるけども、こっちはね、アーティファクト欄がフリーになるので、こんな感じでどうでしょう。力のポーションを飲みながら攻撃するっていう感じで。では、やってみましょう。それでは行きましょう。ジャングルの寺院ですね。獲得した魂が4倍になって、スポナーに 15% なる。で、魂の速度を持ってるっていう感じか。はいはいはい、こんな感じですね。基本的には、弓は温存しようか。ちょっと矢が、やっぱり53本だし、無謀じゃない、無限もついてないんで、きついよね。おそらく。これ一回使ってみよう。結構長弾してくれて、マルチショットがいい感じに出るので、ダメージは取れるね。結構取れる。でもやっぱり数だな。弾数が少ない。ものすげえ少ないな。これをどうするかですね。使い勝手は良さそう。まあ、とりあえずキャプテンを倒していきましょう。で、今は、別に何も入ってないので、これぐらいのダメージなんだけども、これパワーポーション入ると、おそらく相当ダメージも入るんじゃない？はいはいはい。あ、全然いける。余裕だわ。で、今日一脚に取ってきまーす。はいはい。パワーポーション入ると絶対強いよ。よし、オッケー。いや、もうちょっとは増えてきたし、いいか。ぼちぼち進んでいきましょう。キャプテンいた。こっちか。ちょっと待て待て、多いな。いいね。うん。いやで全然いける。キャプテンもう全然余裕だ。で、プレイヤーのダメージが 20% 減少。あ、若干マイルドなやつが出たね。まあまあ 40% じゃなくて、ちょっと残念かな。うん。でも 40% 減少結構きついからな。まあまあいいでしょう。いきまーす。こっちいるでしょう。いた！さあ、いた。いると思ったよ。やっぱね、パワーポーションないと若干火力不足だね。うん、パワーポーションは、ぜひとも欲しいところ。でもまあ、これぐらいの火力はあるんで、やっていけなくはない。うん。でもパワーポーションは常に欲しいところですね。パワーポーション出た時の、破壊力って、ね、結構すごい。あー！ちょっと待て！浮遊射撃、きついって。やめろ。キャプテンもいるね。固まらないで。よし、行こう。ああ、ここきついな。ちょっと待て。めっちゃくちゃきつい。よし、オッケー。はい、よし。
なんだ。え？あ、略奪者に変わるか。はい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 。また、いまいちなやつが来ましたね。あと、キャプテンは2体の予定です。鍵開けました。洞窟行ってみましょう。いるかな？いる！でも2体だからね。2体。果たしているのかな？気になるところ。1体は確定でいましたね。はいはいはい。ああ、そっちか。いないかな？こいつ以外は。ちょっと待って、勝てえな。よし、OK。よし、なんとかいける。なんだ、プレイヤー HP が 20% 減少か。まあまあまあ、そんなもんすか。もういないっぽいな。ああ、どうもキャプテンはこの先にはいなさそうですね。ボス行きましょうか。それではボスですね、行きましょう。ここでパワーポーションが出てきてくれれば嬉しかったけど、出ない。まあ、しょうがないか。矢は273本。そこそこあります。なので、まあまあ、そこそこ使い放題っていう感じですね。うん。いい感じに長弾するでしょ。いい感じに長弾して、周りの雑魚を倒せるので、よっしゃ！いいよ。いけ。見て、この火力。悪くないでしょ。こんぐらい与えれます。よっしゃあ。オーケー。では、こっからゴールまでも、矢を使っていきましょうか。パワーポーション出て、出ないか。できればパワーポーションでガシガシいってるところを見せたかったけども、あ、これでも別に、そこそこガシガシいってるでしょ？あ、今パワーポーション効いてるか？わかんない。あ、もう表示がバグってるから、よくわかんないですけども、やっぱりここは出にくいな。出にくい。これね、エンチャントで、あれ、リフレッシュを矢につけてもいいかなとも思うんですよ。思うんだけども、それだったらね、ちょっと火力不足になるかなとも思うんだよね。難しいところ、エンチャント選びが。これはね、非常に難しい。けども、まあ、今、これついてる、これでも全然いいかなとは思います。追い打ちが入ってもいいかなとも思うんだけどね。追い打ちよりはクリティカルなのか。ちょっと待って。そうだった。スポナーがいるんだった。ちょっと、多すぎるって。最後の最後めちゃくちゃ多いじゃん。じゃあ。いいね。最後は。あ、ちょっと待って。ああ、変更ついてるよ。危ない危ない。よし。倒しきりました。あ、こっちにもおるんかい。スポナーがいるとね、鬱陶しいよね。はい。終わり。完璧ですね。はい、ということで今日は新しい装備、これハープクロスボウの虚無長弾マルチショットクリティカルヒット使ってみました、かなり攻撃的な感じでいい感じですね。ただ普通に使うとちょっと火力不足なので、パワーポーションは必要かなと思いますね。でもなかなかいい感じでした。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。